こんばんは。それでもステーキです。今日も、それでもニュース Q&A 始めたいと思います。今日はですね、質問いろいろあるんですけども、これはね、よく、相当よく来てる人からの質問。なぜそれでもステーキさんのお肉は時々品切れになるんですかと。じゃあ今日はね、この品切れ事件について、お話ししたいと思います。はい、お待ちください。はい、それではですね、時々なぜ肉が切れるのかという、この質問にお答えしたいと思います。それはですね、なかなか肉の仕入れが、ここ3年、まあコロナがの、ね、年が日本でいうと2020年の初めから起きて、その後1年2年3年で今ですよね。で、最初うちが始めたのが2020年で、そこから始めたんですけど、まあ肉はそれまで取ってたけども、そんなサーロインくらいしか取ったことなかったんで、サーロインかヒレですね、そんなそれぐらいしか取ったことなかったんで、あまりよく分かんなかったんですよ。それで肉をいろいろ探してもらったんですけど、なかなか行き当たらないし、僕も実際のところどんな肉がいい肉かっていうのをですね、やりながら、こうちょっと、ああだ、あこういうことかと、肉ってこうなんだっていうのがですね、やっと2年前ぐらいから、分かってきまして、それでいろいろな仕入れ先を探して、ネットで探したり、まあ、業者さんに聞いたりいろいろしたんですけども、なかなかないんですよ、これはっていう肉がないんですよ。まあハンギングテンダーは意外と、まあいろいろ流通してたし、まあそんなに、まあ本当に高いのは高いんですけども、なんとかうちの価格帯に合うくらいの肉が、まあロスを別にすればね、すごいロスが出てどうしようもない肉はあるんですけども、あったんですけども、サーロインで最初ね、リブロースをちょっといろいろ試して、本当に5社6社とね仕入れて使って、やっぱりダメで、半分ぐらいダメでみたいな、これどうやって出すんだみたいなね、これちょっと違うんじゃねえかというのを取り続けて、やっとね、去年のもう初めぐらいにはだいたい、あ、これでいけるかなっていう肉見つかってたんですよ。でもその後サーロインを、まあいろいろ取ったり、まあ同じブランドで取っても、なんかこのばらつき、まあ大体海外から取ってるんで、どうしてもうちの価格だとそんな和牛を使うわけにはいかないんで、一人2000から3000単価なんで、どうしてもその国産の肉はね使えないです。それも 200g じゃなくて、うち 300g とか出してるんで、はい、それでまあ2000、3000円の価格で出したいなぁと、っていうか手軽に食べられる価格ってやっぱりそれぐらいだと思うんですよ。いくら肉、牛肉でも月1回とか月2回とか食べようかなと思える、まあランチではこれ無理なんで、とてもね、2000、3000円っていうのはやっぱり無理なんで、まあそれでまあいろいろ探してるんですけども、時々そのロットの肉がやっぱりこれ使えねえなという時は、やっぱり一回やめるんですよ。で、違うお肉を、まあニュージーランドとかオーストとかアメリカとかメキシコとか、あと南米系ね、あ、ウルグアイとか、まあいろいろ、ヨーロッパも一回取りましたけど、いろいろ取るんですけど、その時箱でしか取れないですよ、大体。と、大体こんな大きなサーロイン2本とか、下手すると3本とか入ってくるわけですよ。でも、まあ切って出してみて、あ、なんかこれ、店長硬くないとか言われた時に、どうしろっつんだこの3本みたいなとこあるわけですよ。なんでまあそういう時は、でも、しょうがないんで、僕はもう正直に言って、
まあ悪いんだけど、サーロイン300頼まれたけど、152枚にしていいと。これ150、200ぐらいまでだったら柔らかいんだけど、300切るとさすがにちょっと時々硬いんだよねと。ね。ちょっと多く出すから。ね、300だけど400とか450とか、その代わり大盛り202枚とか出すから食べてよっつ頼んで、まあ、なんとか乗り越えるわけですよ。で、次のパッケージ。次はメキシコでしたとか言うわけですよ。メキシコを取って、まあ、使ってみます。そうすると、お、なんかこれ300でもいけそうだなと。あ、どうだった今日の300って言うと。おー、この間のよりいいねって。だから、結構いつも来てるお客さんが、あ、この間のよりいいねと、ちゃんと言ってくれるわけですよ。あ、じゃあこれにしばらくしようかなと。いうんで、まあ、300、まあ1ポンド450とか切って、ただ僕、あんまり上手に、あまりよく肉の重さってよく見てバンとかやっぱり違うんで、そのたんび、まあ小さく切るわけいかないんで大きく切るしかないですよ。だいたい450って言われたけど、これ足りっかなってすると、あと5ミリ1センチ、ダーンと余計に切ると、あれなんだ500も600くらいあるじゃんみたいなね。でもまあ一生懸命油落として、ああ、まあ食べやすいようにして、まあ出すんですけど、まあそうやってね、今の、本当にサーロインは苦労しました。はい。サーロインは本当に、3社、まあ最後3社から取って、それをまあずっと出して、最後、あ、これだったらいけるなっていうのがあったんで、それまでだいたい半年、3ヶ月と聞かないですね。半年くらい、まあ基本的にはサーロインは出すの、メニューからは消してました。あるけど。その、取ったやつが。あ、ちょっと試しに食べて、というね。だんだん、誰が試験台になってんだっていうのはあるんですけども。まあ、そういう感じでね、やらせてもらいましたんで、今は結構安定しています。おかげさまで、500、600切っても、まあ、ひどく硬いことはないかな。うん。で、まあまあ、おう。うまいねってたまに言ってもらえる。まあ本当に何もね、説明しないで食べてもらっても、お、うまいじゃんって言ってくれるくらいのお肉には、まあ価格とのバランスどうしてもあるんでね、難しいんですけど。で、おかげさんでそれでね、ここ最近続けてるんで、まあ今のところは、まああんまり肉のその品切れですというこうね、もうメニューにバツついてるようなのは、ここんとこないです。ただ次は、もしかするとハンギングテンダーが今ちょっと不安定になってるんで、これは価格じゃなくて肉のなんていうんですかね。要はロスがあまりにも多くて、やっぱり綺麗にしない。ある程度って、うちはあんまりこうトリミングしないですけど、それでもある程度したいじゃないですか。ある程度したいんで、まあこう綺麗にして最後こう出した時に、まあ、300って頼まれたら300はできるだけっていうかまあ切らないように出したいんで、だからその分が全部ロスになるわけですよね。結局。まあそういうこともあって肉難しい。未だによくわかんない。特に仕入れは本当に難しい。まあそこを今乗り越えながらやってますんで、ぜひ時々試食かなというお肉の時もあるかもしれませんけど、ぜひご協力いただきたいなと思ってます。はい、今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日も頑張りましょう。